よし、やるか。やりますか。今回は狙ってるキャラとかはいなくて、純粋に100連やるだけ。狙ってるキャラいないので、楽ちんっちゃ楽ちんですね。で、その間で、100連やる間で、どんぐらいね、人気なキャラが出てくるのかっていう感じですね。で、ルールとか概要欄に書いてるので、概要欄の方をちょっと見てください。だいたい40人ぐらい。このゲームの住民がだいたい380何人とかなので、で、上位40人ですね。上位40人を人気10人として、まあ、上位 10% ですね。このゲームの上位 10% の人気を誇る住人を人気住民ということにして、まあそれが何人出るかですね。で、まあなんか、いや、この住民は人気じゃないやろとか、まあ、個人的にね、思うとこあると思うんですけど、まあ結構詳しく調べてるサイトなので、そのサイト信用してやろうかなと思います。さあ、やっていきましょう。まあ初回でいきなり人気住民出る可能性もね、あるからね。100連でどんぐらい出るか、ですね。いや、よくないこの格好。かわいいでしょ、かわいいでしょ。モーリー、思ってるだろうな。お前、この間も160回ぐらい前の旅行券旅行してたくせに、今日も何するつもりだ。今日も何するつもりだって思ってるだろう。はい。これ誰だろう。一応一人一人ね、見ていくね。アップリケ。ラムール。フラッペ。あれ？フラッペって人気キャラじゃなかった？あ、違うか。パティちゃん。出たー！ピティエちゃんじゃん。僕がガチでなんか、ちょっと生理的に受け付けなくて、島から追い出しちゃった人ね。すまんな。ピティエ。こんなところで再会するとは。うお、また出た。トミ。ルーズ。あ、シルビアか。あ、ちょうど10人目だね、これ。記念すべき10人目は。おー！出たー出たー！人気住民。これ、100% 人気でしょ。ブーケ。おー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 。へー。いや、もしかして10回に1人ぐらいやっぱ出るかもなー。ヘイツ。桜島、めっちゃいい名前じゃん、お前。お前めちゃくちゃいい名前つけてもらってんじゃん。チョモラン。それだったら、ママで入れろよ。チョモランマまで行けよ。さっき桜島あったんだから、チョモランマ行けるだろ。バニラ。普通に今思ったが、人気住民を40人に絞ったら、そりゃ大体10分の1になるよな。キャラ、出るキャラに確率、それぞれないんだとしたら。そりゃ大体、それ大体400人ぐらいいてさ、上位40面って、上位 10% ってやってんだから、確率的に10分の1で出るよな。今気づいた。バカじゃん、僕。バカじゃん、僕。普通に考えたらそうだよな。あ、ロデオだ。ロデオじゃなかった。ボルシチ。今度こそロデオだ。今度こそ、字があった。牛全員ロデオに見える。XL。ブロッコリー。ああ、ブロッコリー。マシカラス。カラスなの？アルベルト。アネッサ。セルバンテス。おお、たっぷりな。今回の厳選の時に、厳選の前に、僕の島を旅立った住民、タコリーナです。いやー、すまん。うわー、お前、僕のこと忘れたのか？お前、結構思い出あるんだけど、僕、タコリーナは。ねえ、知ってるよ、タコリーナ。タコリーナ、お前、前世では僕と出会ってたんだぞ。お前の歌をよく聴いてたよ、タコリーナ。この世界線ではお前は僕のことを知らないんだな。お、こいつこの前も見たな。ミランダ。タモちゃん、おっすおっす。あなたフラ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 ミンゴ。ハムカツ。あ、ドラゴンのやつだ。
人気住民だこれ。さすがに人気住民。よしよしよし。え、これ今までどんだけ使った？どんだけ使って二人目なんだ？お、すごい。ブーケ2回目だ。連続で3人目来た。すごいな、これは。ヤマト。これ絶対戦艦ヤマトから名前来てんじゃん。かっこよ。かっこよ、こいつ。なんかワニ属性多いな、今日は。くすけた。お、来たー。なんだっけ、シベリアン。お、ここに来て結構人気住民が割とポポポポポーンと出てるぞ。すごいな、やるじゃんか。あ、これ新キャラじゃん。これも人気じゃないの？あ、また出た。なんか割とダブるな。目がスケベだ。エクレア、名前かわいいな。パーチク。キュースみたいな。キュースみたいな見た目してんな。くるぶし。なんかお前歌い手やってそうな名前だな。でかいもんね、やっぱ。で、ゴールデンレトリバー。なんかあのワニめちゃくちゃ出てくるじゃん。また出た。ピチエ出ちゃった。ウサギさんもね、ウサギさんもね、うちで飼ってた子はね、結構ね、匂いしないっていうか、むしろなんか、いい匂いだったんだよね。ジミー。お！人気キャラでは？狼系は人気と相場が決まっておる。ブンジロー！来たー！これ50枚目。狼系は人気と相場が決まってるんだよな。まあ僕、今んところ狙ってる住民が40人いるっていうことだから、約400分の10ってことなので、400分の40ってことだから、10分の1で来るか、というのは、まあ、期待値通りというか。だから、人気住民でも出る確率に差はないっていうことなのかな？タンタン、トムソン、100人目でグラハム来てくれたら僕、マジでドラマなんだけど。ドラマティックなんだけど。さすがにそんな上手い話じゃないけどね。まあ、牧場物語にいそうだな。牧場。キノコ、でも名前かっこいい。不死鳥じゃん。また出たあいつ。ボイド。エイム。アクリル。シャンティ。スワンソン。みぞれ。かわいいなぁ。デッパいいね、デッパ。秀吉。65人目。うわぁ、あいつ、前も出た。シルビアか。チャス。チャス。チャス人気じゃない？お、人気だこのキャラ。人気キャラ来ちゃー。ビッグ。お、人気でしょ絶対。ツンドラ人気でしょ。さすがに人気の顔してるけど。どうすか。さすがに人気の顔してるけど。あ、待って、40以内入ってないツンドラ。マジ？おうおうおう、マジか。狼系で、ちょっと、入ってない。やっぱいるね。上位40名だから、なかなか難しいね。でも、この子も、かなり人気だと。日本だけだとめちゃくちゃ人気だろうな。日本ではめちゃくちゃ人気キャラだと思う。うん、いいキャラだ。これは正直、カウンター入れたいけど、まあ、ルール上入れれないけど、ルール上入れれないから、まあみんなの中でプラス1するのもよし、みたいな感じで考えておいてください。お前よく出てくるな。お前よく出てくるな。キッズ、お前その見た目でキッズっていう名前なの。似合わねえ。しかも女の子かよ。ジミー。出た、急須みたいなやつ。出た、ケンタ。エレフィン。モーリス。お前、マジでよく来るな。マジでワニ属性めちゃくちゃ来るんだが。アンチョビ。マミー。ワニ系多くない？出たと思って。あれ、確かライオネルか？おー！ピエロだ。めちゃくちゃピエロ。
マリモ、あ、でも名前めっちゃしっくりくるわ。久々、奥太郎。サスケ。思ったより、おもろい顔してた。お、なんか可愛い感じだぞ。お、可愛い。こいつ可愛い、めちゃくちゃ。ハムジェ。え、可愛いんだが。お、お前か。お前か。アザラク。あ、さっきのギャル子ちゃんだ。なんかボンボンみたいな見た目してるやつね。ハムスケ。あ、メープルじゃん。ほうほうほう、いいね。はいはいはい。7人目、ここに来て7人目。これ、多分、100人目、ほとんどもう来る確率、消えましたね。100人目でレアキャラ来る可能性、ほとんどゼロになっちまったか。なるほど。ケンタ。さあ、あと2回、あと2回だぞ、あと2回だぞ。怖い。僕は。いやー、ちょっとマジでちょっと緊張してきた。吐き気するわ。緊張しすぎてちょっと吐き気するわ。でも今までで一番緊張してるかもしんない。スプラ甲子園の時よりちょっと緊張してるぞ、これ。体ちょっと震えてきた。あー、怖っ。いいやつ出るな。いいやつ出るな。頼む。マジで微妙なやつ。微妙なやつ怖い。微妙なやつ。待って。残り1じゃないだもんね。よしよし。あー、よかった。お前は、あれだ、腹毛出てるやつだ。あー、でも、今日レインコードだから出てない。よしよし、よかった。お前、ちょっと、お前の好感度上がったわ。さあ、ラスト。誰が出るんだ。誰が出てくれるんだ。マジでここでグラハムとか出たら、ほんとに僕、泣いて喜ぶよ。ほんとにそれだけは泣いて喜ぶ。あと、レア住民だったら、まあいいかな。まあいいかなって。レア住民だったら、まあ、おう、やるじゃん。頼む。でも確率的には、ここまで100連中7人しか出てないからワンチャンある。確率的にはワンチャンある。さあ、最後の旅行券。ここで出たキャラを強制的に連れて帰らなければならない。ここまでの100連で散っていった動物たち。ブーケちゃんとかね、文次郎とかさ、まあいろいろね、人気なキャラは出てきましたが、頼むマジで頼む。怖え、頼む。さあお願いします。うわ、マジで怖い。緊張する。100人目。さあ、一体誰が出るんだ、誰が出るんだ。これどういう島の形状だ。ああやべ、うちなんかこのオイラ系が多いぞ。あー、なんか一気に力抜けたわ。